はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズでございます。まあ、このサバイバルの動画、前投稿したっけな。それの、まあ、番外編みたいな感じで、今回ですね、こちらのテントをね、使っております。ほんで今はね、2日目になるんですけども、ちょっとね、あの設営は雑は雑です。今こんな感じなんですけども、張ってない、張ってないんだよね。ちょっとさ、ペンハンマー持ってくるの忘れちゃって、あとね、なんか飛び出てて中途半端にやったりするとね、剥がれた。ちゃんと今やってないから、結構ね、これの先っちょさ、小指にぶつけたりすると結構危ないからね。この辺みんな結構行動してるから、今回ちょっと雑になっておりますが、ちょっとそこら辺の部分抜いたところでちょっとね、行ってみたいなと思います。まずはね、止まった時の感想は また明日の朝報告するといたしまして、まあ中入りましょう。よっこいしょ。あ、結構日焼けしてんな、ここら辺。どうでもいいか。ほんで中の方なんですけども、やっぱね、広々でございますね。ただ私身長170、調子いいと5か175なんですけど、足元までこう見ると分かるかな。だいたい175ぐらいで、幅いっぱいいっぱいって感じ。180かな、180で、頭から下までがいっぱいいっぱいみたいな感じで、ちょっと大きい方はね、くしゃっとした感じで寝る感じになるでしょう。ほんで、これ2、3人用のやつということなんですけど、全然ね、今横にスーツケース1個置いて、まだこっちもね、20センチぐらい、ほら、このベッドの横20センチぐらい余裕があって、これです。結構広々してるよね。ほんでちゃんと打ち付けさえすればね、 もっともっと快適だと思うんですけども、宿泊レポートは、また明日の朝やるとして、他なんかあるかな。でも思ったより快適だよね。このね、通気性の良さ、真ん中にさ1枚こうやってるんだけど、通気性の良さもあって、今ねちょっと昼寝してたとこなんですよ。やっぱね、評価が高いだけあってっていうか、みんなにこれ支持されてるんだよね、いいから。そこら辺も含めてですね、結構快適でございました。他いろいろ気になる点とか良かった点はね、またこの泊まった後の感じとか、泊まった時の感じとか、また報告したいと思いますので、また明日お会いしましょう。バーイ。テカってんな。どうもおはようございます。暗いけど、もうこの時間にね、もう早朝のやつで帰ろうと思うんで、もう片付けいたします。ほんでね、お泊まりレビューですよ。お泊まりレビュー、すごい。3日間風呂入らないと、こんなね、ギットギット薄、なんか地肌、いや、寝癖みたいなもん。違う、絶対きっと違う。で、行きましょう。はい、ならですね、さっきの昼間と違って、ちょっとね、張りました。これ方張りました。前面の方、ほら、これちょっと無理やり張ったんですけども、サイドの方もね、1個だけ張ってやりましたと。ほんでやっぱ良かったのが、ここ通気口ですね。やっぱ多少なり、ここ空気の通り道はできていて、夜中蒸し暑くなることはなかったかな。ほんでね、今ちょっとね、雨降ってきたんですよ。これ防水性もね、一応大丈夫でございました。今のところはね、まだ跳ねております。ほんで、ただこの雨についてなんですけど、結構これほら見て、斜めなんですよ。だからね、今ちょっと開けるよ、ここ。むにゃ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 。こう開けるんだけど、こう開けるとね、こっから部屋入る。今ちょっとここも開けるけどさ、こんな感じで雨がこの中に落ちてきちゃうというものです。ここだけはちょっといまいちかな。ほんで、中の過ごしやすさも結構楽でございましたね。雨とか降っててもそこまでね、気にならなかった。ただね、今更これやったけどさ、なんかね、端っこ塗らないといけなかったみたいで、しっかりちょっと今更ですけども塗っておきました、先ほどね。こんな感じですね。でもこれ軽いからね、全体的に楽で、あとね、釣り岡メンバーがやってるのはね、ほんと簡易サンシェードみたいなやつだったから、中にムカデ入ってきて大変だったんですけど、こうちゃんとね、ほら、これこっからね、虫をね、予防して締め切ればね、何も入ってこれないから、そこら辺はすごい安全でございました。そんで今回のサバイバルごっこはね、前の動画、一応概要欄に貼っとくので、もしよかったら見てみてください。以上、テント使用レポートでした。